じゃあラストの栃木といえば、うん、何でもやりましょう。何でもやる。栃木といえばってね、うん、ちょっと待ってください。栃木といえばこれ、ね、当ていくの3年これはまあいい、それオッケーですか、うん、じゃあ一斉でいきます。せーの、インターパーク、インターパーク、FKD。 これ一緒じゃん、まあ、どっちですか。え、福田よ。どっちの福田ですか。福田、どっちの福田ですか。確かに、どっちのですか。2個あるんで、あの、あ、インターパークじゃあ一緒じゃん。じゃあ一緒じゃん。じゃあ、インターパークかな。一緒だよ。一緒だ。お、一緒それインターパークってのは何なんですか。どこっすか。まあ、ショッピングモール。みんなが行くところ。それ本当にそれ、みんなが行くところ。それがもう誰かやるところ。そう、誰かにやる。え、それショッピングモールってことですか。ショッピングモールじゃない。うん、ショッピングモール。もう一個あるけどな。何ですか。みんな行って会うところ。ああ、確かに。インターパークともう一個。どこっすか、それは。合わせる。合わせよう。合わせるやついい。これ絶対あるから。これあれでいいのかな。あれでいいのかな。いや、もう絶対あれでしょ。え、あれでいいの。あれしかないです、正直。え、本当にあれでいいのかな。え、マジか。俺全然自信ないわ。せーの、ベルモール。あれ合わせた。そっちは合わへんやつでしょ、別に。じゃあ、あれでしかも2個あるじゃないですか。いや、それはあっちだろ。どっちですか。こっち。え、佐野の。あ、佐野。ナスもあるんですか。ああ、サロだよ。まあ、確かにサロだよ。あ、ベルモール、そうなんだ。映画あるんだよ、映画館が。で、スタバあるから、大体あるね。スタバ行かねえもんね。え、つづくん、どこら辺住んでたんですか。俺はね、宇都宮、どこだろうな、あれ。あの、何とこだろうな。かんちゃん家の近く。あ、そう、近い。今住んでるとこと違う。前のこと。そう。なんか一個合わせたいっすね、なんか。栃木市関連で。むずいな。これだって2個合うはずだったんですか。これぐらいしか合わない。まあでも選手がよく行く店とか。ああ、いいね、それいい。いや、俺2つあるんだよ。俺1回行けない、結構。マジか。え、選手がよく行く店。そう。いや、どう、ああ。でも、シュー君の時は変わってるかもな。確かに。一番盛り上がってるやん。え、一番盛り上がってる。確かに。いや、2つあるんだよな。俺もでも2つ。え、けど俺なんか、こっち行ってるやつなんか分かるけどな。でもさ。あ、けどそっちの方が行ってなかったよな。そっちとはあんま行ってないよ、俺。うわ、どっちだろう。じゃあ、行けよ。行けよ。見えないように。せーの。目黒屋？三好屋。じゃあ、三好屋、あ、ミー、これだ。じゃあ、なんだっけ、あの、グランドの横にある。全然あら、あそこね。あそこめっちゃ行くでしょ。あそこね。なんで見えない。これじゃない。ああ、大黒屋だった。うちに違う。そばとかある。そばとかうどんありますね。ああ、あの練習の近くに。三好屋か。三好屋、そうだよ。美しいよ、これ。俺、孔明かなと思ったんですよ。ああ、孔明。そうだ、孔明かなと思った。そう、俺も孔明。だから孔明、似てないのかなと思って。孔明か。俺、イバーノが出てきてるな。イバーノ？ああ。パスタ。三好屋はちなみに何料理ですか、それは。何店？定食屋さん。定食屋さん。それ、誕生日に、あれね。ケーキ作ってくれない。あ、そっち違う。それ三好じゃない。え、それ三好じゃない。じゃない。あ、三好行かないの。あ、三好じゃ行かないわ。あの、そっちは、あ、そっち名前だよ。そこもよく行くじゃん。あの、なんだっけ、おじいちゃんとおばあちゃんがやってるのかね。なんか合わせたいですね。マジで合わせてください、僕ら。合わせてもらいたいです。確かに。でもラストこれしましょう。確かに。ラスト。つーくん何がありますか。これじゃん、ないで。なんだろう。今の結構合いそうな感じだったのよ、なんか。栃木か。じゃ栃木のあれや、スーパー。スーパー。スーパー。うわ、俺、いや、俺、でも結構思い出せねえな。思い出せねえな。栃木のスーパー、なんだっけな。行ってたところ。こっちにないのあるじゃん、だっていっぱい結構。確かに。俺スーパー発祥するからな、わかんねえな。で、時間できますか。多忙中かな。あっちゃん、栃木なんかないよ、どうした。多忙中ないよな。どっちいいや、なんだろうな。まあ、食べ物で言ったらもう一瞬で終わっちゃう。一瞬で終わっちゃうっすね。一瞬だもんな。え、有名な食べ物は多分一つしかないな。それ
それはありそうですね。栃木の。それやったら終わりだ、ね。それはそれ。それはそれ。栃木の芸人といえば、ね、有名人。栃木有名人。絶対ありそう。あけどどっちかな。栃木の有名人だったら。絶対あれあれあまあまあまあ分かるよ言ってることは。出身なんかそれで変わってくるしな。栃木のその関連というか、まあもうそのそれでいけ。もうそれ、ね、だってこれは合うと思うけどね。そんなに結構金。これは絶対合うと思うけどね。せーの。おおほら杉さん。杉ちゃん。これは合うわね。これは。その人なんだ。杉さん見てる。杉さん見てる。杉さん見てる。自然だよ。杉さん見てるこれ。絶対杉さんだ今。広げてくださいね。絶対杉さん。絶対杉さん。たくさんしてよマジで。たくさんしろよ杉さん。頼んでくれ。栃木と言ったら杉さんだよ。頼んでマジで。絶対杉さんだよ。俺はもう絶対だよ。俺はもう。よかったって。じゃあラスト、昇格に必要なキーワード、自分が思う残り、まあ、今現時点では3試合昇格に必要だと思うキーワード、もう最後は真面目で書くのそれ、マホ君見ちゃうからさあ、そういうこと、うん、え、なんだキーワード何でもいいです、その自分のもうパーでも、一言でもいいですしパーパーってパーって一言でもいいし、なんか長めでもいいし、まあ、とりあえず昇格に必要なのはこれだろうみたいなキーワード。え、書き終わりました？うん。じゃあ、ドミ君からいきますか。はい。一人ずつ。一体感。あ正解や、それかそうそれかそう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 それで合わせるとかで終始じゃないでしょ違う合わせた感も出てるけどこれまあ一言、まあなんか、まあ、一体感、はい、チームのテーマでもあるし、まあ、本当まとまってやるってことが最後は大事だと思うから、まあ、それができれば今のチームは勝てると思うしっていうところで一体感ください。はい、はい、勢い。その心は、まあ今シーズン結構勢いよく来たところあったんで、まあ、残り3試合、まあ、いつも言ってるんですけど下を見ず上だけを見て勢い持ってやれれば、まあ、自分たちのサッカーできれば勝てるかなというふうに勢いで。ラス俺はサプライズ。その心はやっぱね、こう J リーグ最後終盤ってね、なんかいろんなやっぱドラマって起きるじゃん、うん、毎年。やっぱこういう時にサプライズになるような選手が出てくる、この間のカイトみたいな。もうそういった選手が出てくることは、俺はもう一つ、このラストピースとして、こういう選手が出てきたら、より昇格に近づけるのかなと思うから、こういうサプライズの選手が自分になるのか、まあ、若い選手になるのか。まあ、そういった選手が出てくればよりこの昇格に近づけるかなっていう思いかな。さらす真面目ですね。最後最後だろ。そう最後だろ。よかったですということで第9回ですね、中野の部屋元栃木 SC 組これにて終了です。ありがとうございました。